今日の県内は高気圧の影響で朝から気温が上がっています。日中の予想最高気温は福島で35度の猛暑日、またその他の各地でも30度を超えるなど暑くなりそうです。こうした中、郡山市のプールには午前中から多くの家族連れが訪れ、冷たい水の感触を楽しんでいました。こちらでは整理券を配り、入場者の数を制限することで新型コロナの対策をしています。梅雨がようやく明けたっていうのもあるし、まあ、暑さがこう厳しかったので、福島地方気象台では高温注意情報を出し、こまめな水分補給などをして熱中症に注意するよう呼びかけています。